様々に変化してきた私たちの暮らし、環境の汚染や変化が人間の健康に悪影響を及ぼしているのではないかという懸念が広がっています。中でも心配なのは子どもたちの健康。喘息やアトピーなどの増加が社会問題となる中、なぜそうなったのか、生活環境の変化が関係しているのかを一日も早く明らかにする必要があります。そこで始まったのが、これまでに類のない大規模かつ長期的な全国調査、エコチル調査です。全国で10万組の親子が参加。2011年に始まり、今年で10周年を迎えます。山梨で暮らす大勢の親子にもこの調査に協力してもらっています。10年にわたる調査で様々なことが分かってきました。国内のみならず世界的にも注目されているエコチル調査、その10年の歩みと成果について2回にわたってお伝えします。10万組の親子に寄り添ってエコチル調査10年の歩み前編。環境省が始めた大規模な国家プロジェクト、エコチル調査。日本中で10万組の親子に参加いただく疫学調査です。正式には子どもの健康と環境に関する全国調査、このエコロジーとチルドレンを組み合わせてエコチルです。全国で15カ所の地域が調査を実施、山梨もこの調査に参加しています。拠点は山梨大学と信州大学で作るエコチル調査更新ユニットセンター、エコチル山梨です。2010年6月、山梨大学医学部にセンターが設置され、同時に参加者募集の広報活動も開始しました。今例えばこれから生まれるお子さんが、例えばお子さんを持つ頃、20年後30年後の子どもたちにまさに役に立つということで、調査は赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいる時から13歳になるまで行われます。2011年から3年間にわたり参加者を募集、調査終了は2027年です。その後5年をかけてデータの分析が行われます。そのためにまずは調査に参加いただける妊婦さんを見つける必要がありました。山梨での募集は甲府市、中央市、山梨市、甲州市、富士吉田市にお住まいの4590人の妊婦さんです。2011年1月、県内7つの病院と母子健康手帳を交付する4つの自治体の窓口で3カ所の募集が始まりました。妊婦さんのスカウトを担当したのが保健師、助産師、看護師の資格を持つリサーチコーディネーターの皆さんです。調査への不安がないよう内容をしっかりと伝え、長期のサポートを行います。本当に一緒にこれからの子どもたちのために環境を整えていきましょうっていうことを、私たちも妊婦さん方もそれから病院の方々も一緒になって進めていこうっていうことが分かっていただけるといいなと思って。1年後の2012年、富士吉田市ではエコチルママとなった参加者同士の交流イベントを全国に先駆けて開催。いつもコンタクトが取れるような形にしておくことによって、ずっと一緒に長く続けていただけるかなということも目的の一つにあります。さまざまな活動が実を結び、募集期間の3年間で4632人の妊婦さんの同意を得ることができ、そこから4490人のエコチルベビーが誕生しました。10年が経った現在、年長児から小学3年生まで男の子2065人、女の子2022人、合わせて4087人の成長を追跡しています。
実に 91% の皆さんが調査を継続していることになります。10万人、山梨で4500人の方に本当にご協力いただけるのかという不安から始まって、まずはそういうリクルートをするスタッフ集め、それから各市町村関係部署、そういうところにとにかくご協力のお願いに上がるということの準備が本当に最初は大変で、まあ、その後は本当に県民の皆さんが本当にご協力いただいて、そういう意味では山梨は当初予定していたリクルート人数よりも多くの方にご参加いただくことができました。具体的にどのような調査が行われるのかというと、妊婦さんには血液や尿、赤ちゃんのお父さんにも血液を提供していただき、体内の化学物質の量を検査しました。さらに体と心の状態やご家族の生活習慣についても細かく質問票で調査し、出産直後にはお母さんと赤ちゃんの毛髪や血液、再採血、母乳を提供していただきました。甲府市の高橋智子さん、春日ちゃんを妊娠中にエコチル調査に参加しました。やっぱり私自身も妊娠して初めて食べ物とか飲み物とか薬とか害というか子供に与えるリスクっていうのをすごい考えるようになって、それに伴ってなってすごく不安も大きくなったっていうのが妊娠してすごく初めて気づいたことで、妊娠中に協力させていただいた時は調査の方とのお話だったりとか、受診の時にエコチルの方と会うのがまた一つ楽しみだったりして、一緒にその妊娠の経過を喜んでくださったりねぎらっていただいたりってところで、出産まですごく支えていただいたような気持ちがすごくありました。初めての子だったので私自身も不安もある中で、いろんなその調査以外のところで話を聞いてくださったりとか心配してくださったり、ね、また出産の時はすごく喜んでくださったりってところ でその後も、調査にできる限りのところで協力させていただいてますが、特に負担に思うことはなかったです。出産して半年後からは健康状態や食事内容、発達状況などをお聞かせいただく質問票を年に2回送付します。10年を経て質問票の回収率は 75%。 子育てや仕事で多忙な中でも多くの方に回答していただき、山梨だけで回答用紙はおよそ5万冊、全国ではおよそ116万冊にも上っています。世界的にも類を見ないほどのビッグデータが蓄積されているのです。全国ではだいたい8割くらい、返ってきてますので、そういう意味ではこれはもう世界の中でも非常に特筆すべきことで、これだけ回収率が高いというものはないと思います。アメリカはパイロットの段階で、お金がかかりすぎるし期待できないということで中止になりましたし、それからイギリスも10万人の調査に関しては、リクルートがうまくいかないということで中止になって、そういう中にあって、その日本はきちんとリクルートの数も達成しうまくやってるということで、私たちはその参加している親子の方に関してはいわゆる研究する側、そしてそれに協力する側というよりも一緒にこのエコチル調査というのを作り上げていこうということを、いろいろニュースペーパーだとかいろんな催しの時にお話をしていて、やはりそういうふうな気持ちを持っていただいているのでここまでご協力いただいているんだというふうに思っています。2014年からはランダムに選ばれた227人の家庭を対象に詳細調査が始まりました。より詳しくお子さんの生活環境や健康状態を調べます。山梨大学医学部キャンパスではお子さんの医学的な検査や発達の検査も行います。
調査ではご自宅に環境測定のための機器を設置、シックハウス症候群や大気汚染の原因となる物質を採取します。また布団に潜んでいるアレルゲンなどハウスダストの採取も行いました。またこの年参加者の募集が終了。参加者とスタッフ、研究者や支援者のコミュニケーションをより深めるためニュースレターコピット通信が創刊されました。調査の進み具合などもコピット通信でお伝えしています。エコチェルキッズが8歳、小学2年生になった2019年、エコチェル調査の全参加者を対象に対面による初めての調査、学童期検査が始まりました。誕生日の前後に山梨大学医学部で身長、体重、筋肉量などを調べる身体測定や尿検査、パソコンを使って指先の動きや集中力を見る発達検査を行います。さらに山梨では独自の追加調査として姿勢や体の柔軟性などを診察する運動器検診や眼科、歯科検診、採血などの総合検診も合わせて実施しました。国内だけでなく世界も注目するエコチェル調査、これまでに様々なことが分かってきました。特に注目を集めたのが喘息、アトピー、花粉症の結果でした。山梨では花粉症のお子さんが全国平均のおよそ3倍、全国1位だったのです。もともと花粉症の方が多いと言われる山梨、その現実がはっきりと見えてきたのです。で、山梨はですね、ここがその今回のエコチェル調査の対象地域になった理由っていうのはやはりいくつかあって、花粉症がですね日本で一番多いんです。で、そういったようなことというのを今回のエコチェル調査で調べていくと、やはりですねこれまで言われてたように、例えば妊婦さんの特異的 IgE 抗体といって、そのスギ花粉に対する抗体を調べると全国15ユニットの中で一番高いですね。で、やはりそういうスギ花粉症を患う人が多いということの、ことがはっきり分かってきましたし、でそこから生まれてきたお子さんがやはり全国に比べて花粉症と診断されるお子さんの割合というのがもう2倍とか以上あるということも山梨県の特徴として分かってきました。どういうお子さんは花粉症のリスクが高いのかということをきちんと明らかにして、皆さんに伝えることで少しは花粉症を抑えることに寄与できるのではないかというふうに思っています。10周年を迎えたエコチェル調査、その間には大きな災害があり、情報通信技術の発展や社会、家族の姿も大きく変化しています。そしてコロナ禍の現在、エコチェル調査の意義はさらに高まっていると言えます。後編では調査の現在とこれからについてお伝えします。